室蘭市長選に立候補したのは、元道議で新人の川端聡さんと3期目を目指す現職の青山剛さんの2人です。民間出身、そして室蘭出身の私だからこそできる改革を、本日今この瞬間から地域の皆様に訴え続け、今まで以上に市民の皆さん、地域の皆さんと関係を密にしながら、さらなるこの安心安全の街づくりに取り組んでいくところであります。室蘭では先月末で石油元売り大手の JXTG エネルギーが石油化学製品の生産を停止するなど、地域経済の衰退が課題になっています。2人による討論会でも産業の振興策について議論が交わされました。室蘭でいろんなものを組み立てて海外も含めた形で輸出する、そのような新しい取り組みを室蘭に誘致すべきだと考えております。航空機産業、水素産業、いろいろと新しい意味が出てきておりますので、しっかりと予算を落とし、そしてまた産業振興につなげていきたいと考えております。函館市長選は、元大学准教授で新人の武田晴美さんと3期目を目指す現職の工藤俊樹さんの一騎打ちとなりました。 IT 産業をここで根付かせること、そして町を潤うために安心安全安楽な地域づくり、保健医療福祉の向上のために、この町を盛り上げていきたいと思います。人口減少が進んでいる、少子高齢化、経済もいいものもありますが、水産がちょっと低迷気味とか、課題は山積をしております。課題を少しでも前進させるために取り組んでまいりたいと。全国唯一の財政再生団体、夕張市の市長選に立候補したのは、元市議の滝雄貴さんと前の市議会議長の厚谷司さんの新人2人です。 U ターンしたい、 J ターンしたい、 I ターンしたい、そういう夕張に戻ってきたいという人たちの気持ちを考えれば、やはりそこはいろいろな福祉政策、そういったものが必要になってくると思います。計画終了期間を見据えて、その中で何が必要なのか適切に判断をし、市民の皆さんの思いをしっかりと将来に引き継げるようにしてまいりたい。2人とも知事選に当選した鈴木前市長の路線を継承すると明言しています。JR 夕張支線をバス転換した後の地域活性化の方策などについて議論が交わされることになりそうです。